速攻とは、天体の明るさを測定するための観測手法である。通常、特定の波長域の電磁波だけを透過するフィルターを通して観測を行い、多くの場合、複数のフィルターを使用して、明るさに加えて色の情報を得て、天体の大まかな性質を調べることを目的としている。多数の波長域で観測すれば、スペクトルエネルギー分布を推定することもでき。 そのような観測手法は分光速光とも言われる。GRB050904 の近赤外線におけるスペクトルエネルギー分布。各フィルターの波長感度特性が重ねて描かれている。速光を意味する単語フォータマトリはギリシャ語で光を意味するフォトスと測定を意味するメトロンからできている。明るさは天体の観測量として 非常に根源的なものであり、その測定は古代ギリシアのヒッパルコスまで期限を遡ることができる。ヒッパルコスは、光星の明るさを6つの階級に分け、肉眼で見える、最も明るい光星を1等星、最も暗い光星を6等星とし、著書、アルマゲストにもそれを採用した。その後、17世紀になって、望遠鏡が天文学に用いられるようになると、 より暗い恒星も観測できるようになり、七等星、八等星と階級は拡張されていった。現代天文学における速攻は、1856年に、ポグソンが、ヒッパルコスが導入した等級を定量的に定義したことに始まる。それによると、等級の値に関わらず、等級差が1の場合に相当する明るさの比は常に、一定で、等級差が5の場合に、 ちょうど100倍明るさが異なる。眼視によって速攻を行う実施高度計の一例、セルナーの高度計。機械的な標準光源との比較で明るさを測定する。速攻観測を実施するため最も基本的な構成は望遠鏡で光を集め、特定の波長域の電磁波を透過させるフィルターを通し、観光性の検出器で光の強度を捉え記録する。 というものである。独立した観測結果同士を正確に比較できるように、標準的な波長域の組み合わせ、すなわち速攻システムが定義されている。速攻観測は、古くは、眼視や写真看板で行われ、光を観光性の阻止で受けて、光の強度を測定する、光電速攻装置が登場した1940年代以降は、近赤外線から近紫外線での速攻を、 光電速攻装置で行うのが長く主流だった。近年は写真の視野と光電速攻装置の精度を合わせ持つ個体撮像素子、特に CCD が登場したことで複数の天体を同時に精度よく観測できる CCD カメラにほとんど取って代わられたが高い時間分解能を必要とする観測など特殊な条件下では光電速攻装置も使われている。 天体望遠鏡に取り付けた CCD カメラ CCD カメラの基本的な構造は、速攻器を格子状に配置したものといえ、その撮像面内に入るすべての光源からの格子数を一度に測定し、記録することができる。CCD 画像は、複数の天体の速攻1枚の画像で行えるので、CCD で記録したデータでは、相対速攻、絶対速攻、 左速行といった異なる手法の速行をすべて実行することができる。いずれの手法でも目標天体の等級を決めるには明るさが十分よくわかっている。比較光源が必要となる。観測された天体からの信号は通常複数のピクセルにまたがり装置の点像分布関数に従って像を結ぶ。この像の広がりは光学系によるものと シーングによるものの両方に起因している。開口速光点光源の速光をする場合、明るさは天体からの光の光景から空が放射する光を差し引くことで測定する。その最も単純な手法は、開口速光で天体を中心とする開口内のピクセルのカウント数を合計し、 海溝の周辺の平均的なカウント数に、海溝のピクセル数をかけたものを空の明るさとして差し引く。こうして求められるのは、目標天体の生の明るさを示す数値である。PSF 速攻構成の点像分布関数の1、例例例えば球状星団のような、非常に混んでいる領域で速攻を行う場合は、構成の像が大幅に重なり合っていることがあるので、 それらを分離する手法を用いる必要がある。製造に PSF の輪郭を当てはめることで個々の構成の明るさを推定する PSF 速攻がその代表的な手法である。表面速攻銀河などのように広がった天体では銀河全体で合計した明るさよりも銀河内における明るさの空間分布の方が重要であることは少なくない。 天球面に投影された天体の単位立体角あたりの明るさを表面軌度といい、表面軌度を測定するための速攻手法を表面速攻という。実際の観測でよく行われるのは、表面軌度を銀河の中心からの距離の関数として表す表面軌度分布を測定することである。立体角の単位としては平方秒がよく用いられ、表面軌度は 一秒開かたあたりの等級で表されることが多い。測定された天体のカウント数から換算される明るさは機械等級であり真の等級を決めるためには何らかの方法で構成をする必要がある。どのような方法で構成するかは速攻方法によって決まる。相対速攻は複数の天体を観測し、その相対的な 明るさから等級を求める手法である。絶対速攻は、天体の明るさを、エネルギーの単位で直接測定する手法である。差速攻は、目標天体単独の等級ではなく、複数天体間の等級差を測定する手法である。一般的に、差速攻が、最も測定精度が良く、絶対速攻が最も精度を上げるのが難しい。また、 天体の見かけの明るさが暗くなるほど正確な速攻が難しくなる。絶対速攻絶対速攻は本来、国体路などの実験室系の光源を比較光源として目標天体からの光を直接エネルギーの単位で測定する。しかし、この本来の手法による天文観測の実績は多くない。あるいは望遠鏡。 観測装置の光学系の効率や地球大気の原稿量について係数が全て分かっていれば、測定値から目標天体の明るさの絶対値が計算でき、これを絶対速攻ということもある。この場合、大気原稿量は時々刻々と変化し、実際には測定できないので、目標天体を複数の異なる空気関数で観測し、その測定値から 大気原稿を受けない場合の明るさを推定する。大気の影響を受けない宇宙機による観測では絶対速攻が一般的に行われている。相対速攻相対速攻では明るさの基準となる最寄りの標準性と明るさを比較することで目標天体の明るさを求める。その際、標準性の明るさのカタログ値との差から装置内の効率や大気原稿、 観測で使用した速攻システムから国際的に認められた標準速攻システムへの変換について評価し補正する。標準速攻システムにおける確立された標準性の数は限られるので多くの場合目標天体と標準母子、それぞれを交互に観測する。その場合でも雲の有無や空気関数などの条件が目標天体と標準性でなるべく同じになるようにする。 そのような標準性を選べない場合は空気関数の異なる標準星を複数観測し、それによって大気原稿を推定し補正する。左速交差速光は目標天体と比較性を同じ視野に捉えて直接比較し、その機械等級差を測定する手法で構成が最も単純で連続した観測に有用である。CCD 速光の場合、 目標天体と比較性を同一画像で同じ光学系で観測することになり、装置効率や待機現行は同じとみなすことができ、それらの誤作用因のほとんどを打ち消せるので、機械等級の差が単純に目標天体と比較性の等級差となる。この手法は明るさが時間によって変化する目標天体を追跡し、高度曲線を作る場合に非常に有効である。 色等級図の一例。球状星団 M3 の色等級図速攻観測の結果は逆自乗速と組み合わせることで天体までの距離が決まれば天体の高度を決めることができ、逆に天体の高度が分かっていれば天体までの距離を求めることができる。天体の他の物理的性質、例えば温度や化学組成などは分光速攻で決められる可能性がある。例えば、 複数天体を2つのフィルターを通して観測すると、色等級図を作成することができる。これは、恒星の場合には、観測量だけで作成できるヘルズ・シュプルングラス・セルズの意思ということになる。速光は、変更母子、小惑星、活動銀河核といった天体の明るさの変化を調べたり、太陽系外惑星のトランジットを検出するのにも有効な手法である。 それらの変更の観測は例えば、食連星の光点周期や、半径の決定、小惑星や、光星の自転周期の決定、超新星の全放出エネルギーの推定などに用いることができる。開口速光や PSF 速光を行うための計算機ソフトウェアには、以下のようなものが存在する。工学天文分野で最も広く使われる、強力なデータ制約、 解析用のソフトウェア、イフ上の速攻用パッケージに、アフォーとダファットがある。アフォーは、開口速攻に用いるパッケージである。ダファットは PSF 速攻に用いるパッケージで、PSF 速攻で最も優れたソフトウェアとも言われる。その他、開口速攻を行うのに多用されるソフトウェアとして、セクストラクターやアパーチャーフォータマトリツール、マッカーリー愛がある。 セクストラクターは設定した条件で天体の検出を行ってくれ、銀河などの検出もできる。アパーチャー4マとリツール、マッカーリーアイはグラフィカルユーザーインターフェースを備えている。アブソが提供する速攻データの一例。ベテルギウスのコード曲線プロからアマチュアまで速攻データを収集、共有し、オンラインで利用できる組織が存在している。 主として研究者にデータを提供する情報源として機能しているものもあれば自身の研究のためにデータ提供を求めるものもある。ありがとうございます。